はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ダンジョンに捧ぐ墓標、続きをプレイしていきたいと思います。前回は地下60階のボスですね、魔術師を倒したので、今回は地下80階のボスを倒しに行ってみようかなと思います。前回ちょっとチラ見したんですけどね、かなりでかかったですね。あと前回と違うのが、武器がライトセーバーですね。で、盾が、グレートシールドのプラス7。で、あとこのフロートっていう魔法が、時空の裂け目で取れましたね。で、力の解放はこんな感じですね。よし、では、地下60階から。で、ご飯食べて。ご飯。マグロ。ショートケーキ。南洋ハギ。では、地下60階から。78階。何今の？エクスカリバー星5。あー、これ帰りたい、帰りたくなってきた。これはこうして、こうして、なんかいいの、なんかいいの声。あ、これで光ってれば。あー、光ってない。で、80回ですね。さあ、どんな感じ？でかっ。あれ？こっち側から仕掛けないと。ど、ど、ど、
雑魚敵も出すんだ。えっ、危ない危ない危ない。ちょっと待って、これでいいの？あ、なんか、ちょっと待って、なんか違う、なんか、え、なんか違う、まさか、あ、これは手だ。あー、厄介かもしれない。待て。またか。チャンスチャンスチャンス。もうちょい。よし。よっしゃ。金の帯。よし、で一度帰って。ああ、プラスなしか。いや、でもこっちでしょ。エクスカリバー。え、あとは。ドラゴン。よし。あ、またか。魔王までもう少しだったのに、次こそは。さあ行ってくれ、ぜんざい。まだ熟練度でこっちの方が強いですけど、でもこっちですよね。うん、エクスカリバーを装備して、うわー、すごい緑に光ってる。エクスカリバー。
もう一回。最大所持する。違う違う、いや、で、80回以降のダンジョン。よし、何もないですよね。いや、こっから先のアイテムちょっと期待大ですね。下、ま、回ってないな。待って、いきなり死んだ。特に、復活しようか。いやー、ちょっと待って、こいつ強い。
やべ、ちょっと。いやー、いらない。やだな。いった。あれ？なんか雪だるまみたいなのがいる。丸い雪玉。ついてかわしてから攻撃すればいいのか。おお、89回。
おお、びっくりした。ゴーレムか。これは、これは、どうやるんだこれ。右にやっちゃうともうダメだし。はい。そういうことですか。で、こうして、こうして、こうして、よし。あー、いらない。BGM 変わった。92回。刀。またなんか変わった BGM だな。あ、痛い。いや、マップが広いな。何？ちょっ！待って待って。95回。うわまた強そうなのがいる。あっあっ強、何あれ。
ねえ。マップが複雑だな。あら、あー、いるよ、やつが。これは？光ってれば最高。光ってない。ドラゴンディフェンダー。いやー、これ戻るのもめんどくさいな。ちょっと、商人がいる。大変だ。どこだ。いや、爆弾使っていこう。あ、これに入ればよかったのか。なんだ。あー、いる。
これちょっと80巻以降のダンジョン大変だな。敵が強いってもあるけど、ま、ダンジョンの構造が大変ですね。ああ、振り向き早っ。なんかまた変なのいるな。何これ。あぶね。あ、このエクスカリバー。よし、99回。うわ、こいつ。切れてきますね、さすがに。裂け目ないか。ないです。あれ。じゃあチラ見だけして100回のボス、死の魔王。はい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 、帰りましょう。あ、待って、待って、違う違う違う。
違うんです。帰る。結構エクスカリバーの星5を拾ったのでかかったのかな、もしかして。ドラゴンディフェンダー。多分今装備してるやつの方がいいと思うんだけど。お、どうなるこれ。町の良さ、ちょ、誰も、え？あ、いるいる。あ、いらない。縦も37。うん、こっちの方が全然いいですね。で、ライトセーバー、売ってるんだ。あ、え、いやー、もっといい武器あるんだ。ドラゴンスレイヤー、伝説の盾。え、強化してなくて60。待てよ、今強化して60、グレートシールド。こうかな。8万円。王の指輪。いやー、すごいな。伝説など偽り。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。